ホットシークレットは日本の競争馬中央競馬で長距離競争の逃げ馬として活躍し、ステイヤーズ・ステークス、メグロ記念に優勝した。日本中央競馬界が購買し、馬主に再販布した抽選馬であり、総獲得賞金3億9338万8000円は抽選馬として史上第一位の記録である。 1998年7月に競争馬としてデビューを迎えたが、最初の2戦はいずれも再開と惨敗していた。当時は、同性のボバ相手に、うまっ毛を出すような不可解な気象の持ち主であったため、その強制を図り、2戦目の競争後に去勢され戦場となった。その後、ブリンカーも着用して出走した3戦目で再開から、一転して初勝利を挙げる。 自走のオープン戦、ホープフルステークスも3着と、構想すると、以降、4歳時に、オープン戦、若草ステークスに優勝、重賞でも入着しながら、出走を続け、小馬になった2000年秋、格上挑戦で出走した、GII ステイヤーズステークスでは、成田トップロードやタガジョーノーブル、3MX らを退け重賞初勝利を挙げた。 この次層には、有馬記念で GI 初出走も果たすと、以降は長距離競争で堅実な成績を残した。2001年春のメグロ記念では、中段からの差しを見せて、レコードタイムで優勝。続く宝塚記念では、当時の最強馬であったテームオペラ王や名称土塔、ステイゴールド、エアシャカールラ競合を相手に逃げ粘りを見せて3着となった。2002年初頭には、 UAE のドバイシーマクラシックに出走、海外遠征も経験した。この年の末には2年ぶりに出走したステイアーズステークスでは、イングランディレラを破って2度目のステイアーズステークス制覇を果たした。この勝利は、ホットシークレット自身最後の勝利、安城を務めた岡部幸雄にとっても、最後の重賞勝利ともなった。2004年まで、競争生活を続け、 同年の宝塚記念14着を最後に引退。生殖能力がないため守護場になることは不可能だったが、長距離競争の常連として人気が高く、引退後は北海道苫小牧市のノーザ山ホースパークで乗馬となった。しかし2005年12月、持病としていたつなぎ人体炎が悪化、予後不良と診断され安楽死の措置が取られた。父ハンティングホークは、 名手母馬インザウィングスの前後頭と、本場以外に目立った活躍場を出していない。母系はオーグメント系と呼ばれる日本に古くからある血統の一つでメジロマック・イーンらと同じ系統である。ありがとうございます。